だから、まあ、もうクリアルさんも,も去年からね論調、まあ、を何度も何度もやって何度もその山の景色を見てでその山の登る山がどん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 こうレベルアップしていくわけじゃないですかそうやってこうビジネスで成長していくからでもやっぱ最初の山を登ることができないと、うん、結局、まあ、今自転車の例もありましたけどやっぱ乗らないとね 自転車に乗らないとね、結局乗れるようにならないからね、うん、本当そうなんですよ。うん、転んでも、まあ多分あのお子さんいる人とか分かると思うけど、子供は怖いとね、最初全然自転車なんかもう怖くて乗れないけど、もう行けばいいんだよって形でやるじゃないですか、ね。子供にはそういうふうに言うんだけど、いざ自分がそれをビジネスでやろうとすると、みんなやっぱ躊躇するんですよ。うんうん、ほとんどの人はやっぱ完璧主義者なんですよね。日本人は特に多いんですよね、完璧主義者が。 ちゃんと整ってないとできないっていう、ちゃんと完璧じゃないとできないっていう、そういう、まあ、それである意味日本人のいいところ、貴重面でいいところもあるんですけど、これっていろんなところに出てて、やっぱり、まあ、なんで学校教育から来てるのかなと私思ったりするんですけど、例えば日本人って英語がすごく下手じゃないですか、下手なんですよ、あの国際的に見てもね。で、なんで下手なのかなと私も思うんですけど、海外にずっと長く住んでて。 やっぱ日本人は完璧を求めすぎるから、うん、発音がうまくないとかボキャラブラリー間違えちゃいけないとか文法間違えちゃいけないとかやっぱ完璧主義なんですよ。だから全然実践で英語を使うことができなくてとにかく学ぶ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 、うん、とにかく学ぶ学ぶ学ぶインプットはインプットはインプットはインプットインプットにずっと追われてしまっていつまでたっても実践しないこれやっぱビジネスでも同じことが起きてる。うん